選手が入場してきました。緑色のユニフォームがホーム FC 岐阜、そして白色のユニフォームがアウェイの FC 今治です。今前半キックオフです。 FC 岐阜対 FC 今治、ファーサイドヘディングシュート。しかしその前にフラッグが上がっています。藤岡から本田拓也、今日ダブルボランチは本田そして庄司です。さあボールを取った今治、中で手を挙げているのは中川、飲料のシュート決まった。先制は FC 今治、今シーズン初ゴール。蹴るのは上原、ファーサイドヘディングシュート、やはり高さがあります。中央選択、藤岡かわしていき宇賀神へ、宇賀神のクロスボール対応、久保田がここは合わせていきましたがフラッグ。左サイド空いた、中には千葉もいる、シュート、千葉のシュート、ここはフラッグが上がっています。ゴール前には中川、シュート、さあこぼれている、シュート、押し込んだ、そこに押し込んだのは中川。石津がピッチに入ります。さあここで再びチャンスを迎えます。今治、左足のシュート、決まった、落ち着いて決めました。この試合2点目、今シーズン一旦後ろへ下げる島村、島村から中へボールがこぼれている、左足、今シーズン初ゴール。ここで長い笛、 FC 今治5対0、好調岐阜を破りました。